こんにちは柏流一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます今日は台湾侵攻がねいよいよ近いんじゃないかって話がちょっと情報がまた出ましたんでねえちょっとそれをお伝えしたいなと思いますあの、ね、台湾侵攻のためにね、動員令が出たって話なんですよ動員というとやっぱりあの軍のね、出動するためのいろんな準備を整えたりとかまあそういうことなんですけどそういう情報がちょろっと出たとこのちょろっとというところが非常に微妙でしたねあの その評価がねなかなか大変だったんですよちょっと時間かかってしまいましてちょっと動画作成がちょっと遅れてしまいましたまあちょっと始めますね台湾の進行はねそもそもね10月か4月まあ、3月か4月ぐらいですねだいたい春先か秋,秋,秋しかないんだこういう話は繰り返しお伝えしてきましたまあだからね10月にね、もし進行するとすれば今ぐらいから準備準備の準備ぐらいかな準備の準備を整えるっていうのはまあ、割合あり得る話かなと まあ、準備だけしておいても、いざとなったらやらないってことは、まあ、あるわけですけどね。まあ、でも、あの、この、この時期に、こういう情報がちょろっと出始めたっていうのは、まあ、それは十分あり得る話なんだな、と、こう思うわけですよ。まあ、まあ、ちょっとねさ、早速いきますね。あのレクスプレスがね、いつもお世話になってる新聞から、こういう記事がありました。 サーザントループスとまあ14万人ぐらいの兵員を用意してましてって話がちょっとこう記事出たんですねまあちょっとそれをちょっと読み上げてみます。えー、中国当局が戦争で台湾を粉砕することを誓う録音がリークされたと情報筋は主張しているとこの音声は軍司令部官の秘密会談のもので14万人の軍隊を含む侵略計画の詳細が報告されている。でルードメディアこれはねインターあの あの YouTube のチャンネルみたいなもんであこ,これですわこんな感じなんですよで公開したファイルは中国共産党の幹部が、えー、台湾と南シナ海を支配するための最後の戦いに備えて中国の一部を戦時大戦にすることを議論する会議とされているとこの音声と秘密裏に撮影された写真は、えー、米国に拠点を置く亡命中国人によってルードメディアに公開され、えー、っと軍幹部によって録音がリークされたと述べていると。 中国がをを侵略し始めたたこととに危機感を覚えたからだというある発言者の英訳が引用されていると「私たちは戦争を始めることをためらわず台湾の独立と、えー、強敵の陰謀を粉砕し、えー、国家主権と領土保全を断固として守る」「さらに連合して要塞のように結束して我々は物資と戦略的勝利を確保しなければならない」と、まあ、こんなことが話がされてるわけですね。 でまあ、レキスプレスは、えー、独自に録音や翻訳を確認することができなかった、まあ、これしかネタが出なかったこういうことですね。これはねなんか支える、ね、情報がもうちょっとあればねこれは可能性が高いなと思うんですけどこれだけなんですよデータだしはね。で会議に出席したらされる人物の中には広東省軍管区の司令官であるザン・フ将軍ですか、えー、がも含まれていると。 翻訳された会議の記録には、えー、台湾の西に位置する広東省を中心とした動員案も含まれているそれによると10万14万人の人員953艘の船1653セットの無人機が実戦に投入されることになるとまた1万トン級のロールオンロールオフ船64隻、えー、飛行機38機 えーえー、と鉄道車両588両空港やドックなどの19の民間施設も現行、えー、に、まあ、引用されてるとこのねロールオンロールオフ線というのを僕も知らなかったので調べてみたんですけどあのいきなりねあ車であの船,の船の中に乗り付けてそのまま輸送するあの自動車を輸出するときに使うあの船とかあるじゃないですかあんな感じでイメージしていただければ結構です。あの紐とかで、ね、釣ってて、ね、船に積むっていうんじゃなくて自動車が直接、ね、入ること、まあ 言い方悪いですけどフェリーみたいな感じなのかなフェリーはねじ人も一緒に運びますけどあのこのロールオーンロールオフというのは車だけはねどんどん運ぶみたいなそういう,こう車両専用の運搬船がありますよね、まあ、そういう船のようです台湾には民主,主義が反映しているが北京はこの島を自国の領土と見なしており支配下に置くための中国を、えー、<coughs> 中国を浸水させ 台湾の反対側の省になんで福建と命名したと。台湾の安全保障計画に詳しい台湾の高官はロイター通信に新しい空母によって中国は太平洋にその力を誇示しようとする野心を地域に示していると語ったと。今月中国とアメリカの国防長官が初めて直接会談を行いこれはあのシャングルシャングルラ会議ですね台湾の統治権をまぐり双方が対立する見解を堅持することになった 今月初め中国軍は台湾近海空域での戦闘準備紹介を実施したと発表したこのパトロールはワシントンと台北の、えー、凶暴に対応するために必要な行動であったというとバイデン米大統領は中国が台湾を攻撃した場合米国が軍事的に関与すると述べ台湾に対する 米国の戦略的曖昧,さ曖昧さの政策に変更を示唆するように見え北京を激怒させたまあこれはもう説明しましたね実際にはそうじゃなかったんだけどまあバイデンのおじいちゃんがちょっとボケてたからこんな話になりましたこういう話だねで、えー、中国商務省はまた、えー、米台貿易イニシアティブの立ち上げに断固として反対すると述べていると、えー、北京の戦闘機は台湾に対する明らかな挑発行事として台湾方面に侵入を繰り返している 米国は火曜日台湾と中国本土を隔てる海峡は国際水路であるとする台湾の主張を支持したこれは戦略的な通路に対する権利を主張する北京,の北京への更なる反撃であったと台湾環境は1949年に内戦に敗れた中華民国政府が台湾に逃れ中華人民共和国を樹立して以来軍事的緊張が度々生じる場所になっていると。 近年ではイギリスやカナダなどの同盟国からの軍艦が海峡を,海峡を航行し北京の怒りを買っていると中国外務省は月曜日に中国は、えー、台湾海峡の主権主権的権利管轄権を持っていると述べたとまた特定の国が台湾海峡を国際水域と呼ぶのは虚偽の主張であるとしたとまあこれは後半の方はねこれまで、えー、お伝えしてきたような内容から。 いいと思うんですけどまああのいよいよ中国がえっ、ー、と何ですかあの台湾台湾台湾打診目立て国内の動画をね動員を用意した用意始めたこういうことなんですねこれねだからこのねあの冒頭の部分ねこの動画の動画はありましたが動画の冒頭の分だけちょっとねあの紹介してみますねあの a、えー、あの中国は英語のね字字幕がちょっとついてるんですよ 声で聞いてるのちょっと僕にはわからないんでねもしあのこれが違うんだよということがあったらもし教えていただければ幸いですまあちょっと読み上げてみますねえー、戦時省常任委員会拡大会議に移行する広東省と、えー、同志諸君我々は地方党委員会常任拡大会議を開催するその目的は我が省の平時からの平時から戦時への移行に関する問題を協議することにあると第一に中央軍事委員会と国民から発せられた 国家動員令とえ指、ー、示と、えー、戦時から平時への移行。並びにその際の提案が同市残風から紹介される。まず、最初に中国政府からの動員令をお伝えしましょう。と、えー、と常任委員会拡大会議の主たる目的は上司からの指示を伝え、この上司というのは多分明らかにこう。文脈的に習近平なんでしょうかな。な、えー、上司からの指示を伝え、その意図を理解し、状況を評価し。 主要な活動と戦時からの平時への移行のための条件を明確にすることにある上司の指示によれば、まあ、しつこいようですけどこれは多分習近平なんでしょうね習近平の指示によれば我々の省における実際の状況を統合することと並んで戦時・平時の移行の原則に従って、えー、軍事作戦を遂行し軍と民間の力を統合し早急に鍛えられた戦略,の原則に戦略の原則を実現することが求められていると。 強調されるるののは次の3点であると第一に、えー、国家国防動員指揮機構を確立すること第二に戦時工作の組織を確立すること第三に戦時行政管理の準備に着手すること、えー、次にこの問題を議論してほしいマルチドメインの優越性という作戦上の概念と迅速な動員により関東省の使命と任務に基づいた3つの提案は1軍と非軍の統一と 協力のための指揮系統を早急に確立し、に勝利のために戦略的準備を統合し、とまあまあこうね三番目がなぜかなかったんですよ。で台湾海峡の焦点は軍に資源を供給し、前線のモーメンタムを保護し保障すると。さらにモーメンタムというのは勢いなんでしょうな。さらには兵器や兵団を守り、空路と海路を保護し。 えっと上陸を成功に終わらせることにあると。で、えっと、南,南シナ海の焦点は目の届かないところをなくし、まあ、これレーダーとかがね届かないとかこういう意味だと思うんですけど権利と利益を維持し輸送を支援し島や産ンゴ礁を保護し、えー、領海を管理することであると。軍民一体っていうのはねあの結構この中で「軍民一体」っていうのは、まあ、今のこう習近平政権になってからのすごく流行語なんですよね。 もう軍民一体になってペケペケしましょうっていう言い方はすごくよくされてるんですよ。インテリジェンスに関してはそうでね。だからあの国家情報法で普通の一般市民が中国の一般市民が国の情報活動に協力しなきゃいけないとかそういう話があったじゃないですか。あれも軍民一体なんですよね。だからまあこんな言い方があんまり適切かどうか分かりませんけど、あの国家総動員ねみたいなそんな感じなんですよね。だから全部をね民間の <laughs> えっとなですか市民社会も 軍も全部一緒にしてしまってそれで戦争を始めようというコンセプトがそもそも中国の中にはあるわけですよだからこの話はねすごくあの納得がいくって言変ですけどあな差もありなんっていう感じなんですねですからこれは本物の可能性が高いのかなとふと思いました、まあね、であともう一つは台湾だけでなく南シナ海も戦場になる可能性があると、まあ、こういうことですね多分これおそらく同時にということだと思います で本格的な動員はねやっぱ最低2か月はかかるでしょですから8月9月になってもなんかおかしな動きが出たらあこの文書は本当だったと <laughs> そう判断していただければいいんじゃないかと思いますただねちょっと気になるのがねあの今はねあのあの軍のね、えっと、軍の活動領域ですかこれは昔は軍区七大軍区というのがあったんですよね。 甲州はどこにするか甲州軍区は今の南部軍区ですね南部軍区で、えー、これはだからだから本当はだから南部軍区の話なはずなんですけど話から言うとこれ関東省レベルの話なんですよねだからもうちょっと次元がちょっと低いのかなそんな感じです。であのどういったのかな軍区がこう解除されたじゃないですかそれですごく困ったことはねあの軍区ごとのねあの司令官とかあと政治政治委員ですね そういういのが昔はだからここは誰が管理してるのとかねそういうことが軍区のトップぐらいわかるのかなその下辺りのね、えー、副軍区長ぐらいですかそのぐらいの人事っていうのが本当に全部わからなくなってしまいましたまあそれは中国にとってはいいことなのかもしれませんけど横からねちょっと、えー、どうなってるんだろうっていうことを調べる時にはすごく困ってしまうわけですよね。 ですから、あのー、ち,ょちょっとねだからさっきの「風なんたら」っていう人いますよねあれもこ,うこ,れがこ,のこれが本人だっていうことをちょっと確認ができなかったんですよ。<laughs> まあだからあの実際どうなるかはわからないんですけどやっぱり8月と9月はちょっと注意しておいた方がいいのかなと、まあ、本気でねだから、あのー、こうなんですか、あのーまあ、本当にこうこ国土をね一体となって、えー、台湾との戦争に向かう。 そういうのが、えー、こうこう出てますんでこれは、まあ、本物かどうかは分からないんですけどね、まあ、亡命人といってもなんかこう、ね、亡命人がそのまま流してるやつなんで本当にこれ本物なのかっていうことに関してはちょっと全然あの実証性があの背景で、ね、裏打ちが全然できないんですよ他にこれ以外に情報が出てないんで。 たまたまイギリスの雑誌がイギリスの新聞ですねそれがちょっと引用しててそれがまだあの youtube 上で見れる状態になったのでちょっと僕も今回取り上げましたけどあの信頼度はちょっとこれはまだ評価ができないなっていうのが正直なところですただあのこ子なんですか。もしこれが本物だとするとあの何年後とかねそんな話じゃなくてもうちょっと早いんじゃないかなと <laughs> そういう気がしますよねあの どういったんですかあの7年後というのは今から7年後だったら29年 ?29 年までそこまで投げれることはないよなという気がするんですよねまあ25年とかね言われてますよねですからまだもうちょっとだから、えー、これが早く起こるかもしれませんこの調子だったらねそれは分かりませんけどちょっと注意しておかなきゃなとそういうことですね、うん、まあ今日はこのぐらいでよろしかったらゆうひポんぽちょそしてあのチャンネル登録もぜひお願いしますでサンクスもよろしくね まあ一応今日はこれでおしまいしますじゃあまた次回もよろしくお願いします